ほわっとつけてきます。ね、めちゃくちゃ可愛くない？皆さんこんにちは、メイクアップアーティストのチェヒタカです。今日の動画はこちら。はい、こちらはですね、大量なんだけど、ジル・スチュワートの商品たちです。今回さ、1月年始にめちゃんこ可愛いこのさ、アイシャドウパレット、花びら型のパレット発売されたじゃない？で、私ね、これね、購入してみたんですよ。で、これを機に、ちょっと他のね、ジルのアイテムも使ってみたいなと思って、いろいろ気になったものを購入して、このルック仕上げてみました。ピュア、透明感、可憐。ピンク、なんかそんな感じの、最近は自分のメイクに取り入れてなかったすごいね可愛い感じの雰囲気が取り入れられたんじゃないかなと思います。気になる方はぜひぜひこのままご覧ください。どうぞ。はい、それでは化粧下地とファンデーションは済んでるのでパウダーからいきたいと思います。パウダーがこちらです。はい、ジル・スチュワートのグローインオイルルースパウダー、私はね01番を使ってみてるんだけど、もうねこの可愛いパッケージですよ。はい、リボンのねパフが入ってます。見てもらうと分かると思うんだけど、ちょっとねピンクオレンジっぽい肌なじみがいい感じのカラーがついているパウダーです。じゃあまずはパフで半眼つけてきます。はい、半眼つけてみるとこんな感じです。つけてない方をつけた方、すごくスムーズになるんだけど、特にそんなにねうわ毛穴がなくなったとかそういう感じよりは、私はねこのカラーとあとねグローインオイルルースパウダーだもんね。そうそうそう、美容オイルを含んだしっとりとしたタッチで溶け込むようにフィットし、滑らかな肌に整えるルースパウダー、そう、これはすごくね感じます。じゃあもう半分はパウダーブラシでつけていきます。はい、パウダーブラシをつけるとよりねツヤ感が出る感じがするんだよね。でこれジル全体に言えることなのかなって思うんだけど、ちょっとねほんのりねお花みたいな香りがついてます。すごい可愛らしい香りって言ったらいいかな。香りが苦手だよっていう方はどうなんだろうな、ちょっと気になるかもしれないです。うん、ということでまずパウダーでした。あのしっとり感がめちゃくちゃいい感じ。そしたらアイブロウいきますね。アイブロウね、これ私気になってたんですよね。はい、ニュアンスブロウパレットの02番、こんな感じのカラーのアイブロウパウダーパレットです。じゃあまずはこの一番ライトなカラーでアイブロウ全体にねカラーを入れてきます。こんな感じ、このカラーすごい好き。なんかここだけで見るとすごくソフトなブラウンっていう感じかもしれないんだけど、やっぱり奥にねちゃんとしたピンクのベースがあるんだよね。なのでこの3色を使って仕上げるととてもねなんだろうピンキーな印象になります。じゃあこの真ん中のピンクを重ねていきます。ちょっとあまりにもピンクすぎるっていう方はこの真ん中のねピンクをスキップしてもいいかも。じゃあ最後この締め色というかこのカラーを眉尻に塗布してきますね。このカラーもなんだろう、ものすごい濃いラズベリーブラウンみたいな感じで、こうやってね眉に塗布してこう透け感が出るとわかるかな。このちょっとバーガンディーでもないんだけどピンク感をよりね強調するようなカラーがね出てくるの、わかるかな。なのでブラウン寄りのピンクというよりは本当にねピンク寄りのブラウンとかこういうラズベリーカラーに仕上げたい人はこのねジルのこの3色いいと思う。そしたらアイブロウマスカラ、これはねジル・スチュワートのムースブロウマスカラの08番っていうカラーです。これまたパッケージが可愛いよね、ピンク感が強いやつですね。つけてきます。はい、
こんな感じ。発色もとっても良くて、ナチュラルからちょっとカバー力強めかなという感じの仕上がりになるので、こういったカラーね、探してる方にはね、すごくおすすめですね。うん、やっぱりちょっと青みがあるようなピンクルックするときにすごいね、可愛いと思う。はい、それでは続いてはアイシャドウなんだけど、これ楽しみにしてた方たくさんいるんじゃないでしょうか。私はね、2色購入してみましたよ。まず1つ目はブルームクチュールアイズの03番、こちらです。このなんかアプリコットピンクとか、ちょっとね暖色系のピンクとかブラウンが入っているこのアイシャドウパレットと、もう1つは04番ですね。はい、綺麗。このちょっと紫トーンがアクセントになっていて、なんかジルスチュアートだよねっていう感じのこの配色、わかるかな。めちゃくちゃ可愛い感じのアイシャドウパレットを2つ購入してみました。で、最初はね、私こっちだけ購入したんだけど、やっぱり私がね、普段使わないようなカラーだったりとか、どちらかというとブルベさんとか、あとイエベさん春とかがすごくね、似合うんじゃないかなっていうパレットで、若干このパレットだけだと浮いちゃう感じがあったので、今日はね、この2つを混ぜながら使ってきます。まずはこっちの03番のパレットのこのゴールドをベースとしてアイホール全体に入れていきます。これはね、なんか色が出るとかじゃなくて、まぶたのトーンを整えてくれて、ちょっとねチラチラチラっていう風にしてくれる感じなんだよね。こっちのカラーもいいんだけど、ちょっとねゴールドっぽい要素を入れたかったので、まずはこちらを使います。あ、ベース使うの忘れてたベースに私なかなかね使わないんだけど、まあ、これをつけてあげるとちょっとね色のつき方も発色も変わるので、まぶた粉落ちしやすいよとか、もっとねまぶたをしっかりブライトアップしたいという方は、この真ん中の欠かさずつけるといいかなと思います。はい、ではこのカラーを重ねていきます。ね、めちゃめちゃ発色いいよね。すごい綺麗なピンクブラウンなんですよね、このカラー。私今回ジルのアイシャドウを初めて使ってみたんだけど、なんか想像通り の, あのジル色というか、やっぱりちょっとなんだろう、全体的に可愛らしさがあるよね。すごいね、春には良さそうなパレットなんだよね。じゃあね、このピンクをちょっとこの目頭のあたりを中心につけていきます。全体的に粉質も柔らかくて、まぶたの上でもね綺麗にカラー乗るんだよね。そしたらこのカラーを目尻の方にちょっと色を締める感じで置いていきます。そしたらこっちのブラウンを下まぶた目尻3分の1ぐらいかなに、結構ね広めに入れてきます。そしたらこのね紫をこの下まぶたの目頭のあたりに入れて、さっきのカラーとなじませる。わかるかな。ね、綺麗だよね。このアイシャドウパレットは、まあ、このね、各色をブロック使い、こう単色でいろいろね、乗せてってあげると、それはそれでカラフルでプレイフルで可愛いと思うし、このね、各色を重ねてグラデーションにして、その色のね、重なりを楽しむのもいいと思うし、こういう感じで他のパレットとミックスさせながら使うのも可愛いし、なんかね、すごくね、使いやすいし、馴染みのあるカラーでちょっとね、冒険できるようなパレットだと思います。すごいね、可愛いよね。そしたらアイラインとマスカラベースをして戻ってきます。
はい、アイラインとマスカラベースをして戻ってきました。ちなみにね、アイライナーは、D アップのシルキーリキッドアイライナーのアプリコットブラウン。このね、アイシャドウの雰囲気とこうなんか溶け込むような感じで結構ね、がっつり引いてます。それではマスカラいきたいと思います。ブルーミングラッシュニュアンスカラーの02番っていうこのカラー使っていきたいと思います。すごいいいカラーだよ。バーガンディーっぽいんだけど、つけていきます。はい、こんな感じ。一応これ単体でもカールするよというふうには歌ってるんだけれども、私の場合何回か使ってみたんだけど、やっぱりちょっとね、下がってくるかなっていう感じがあったので、今日はルナソルのね、このベースを使ってるんだけど、そこまでね、カール下がるの気にならない方は、これだけでもいいかなというようなカール力です。スーッと上向いて、なんて言うんだろう、可憐な感じで、ちょっとね、光の加減とかで、このね、バーガンディのカラーが分かって、すごいおしゃれ。可憐おしゃれ。そしたら、チークつけていきます。チークもね、これ可愛いんだ。ブルームミックスブラッシュコンパクトの20番。で、こんな感じで5色違うカラーが入っているんだけど、このね、上の赤みを足しちゃうと、私はね、若干顔から浮いてしまう印象になったことが多かったので、このね、下を中心にブラシにとって、ほわっとつけていきます。ね、めちゃくちゃ可愛くない？最近特に思うんだけどさ、やっぱりチークに関しては、いいブラシって必要だなっていうふうに本当に思う。ね、綺麗だよね。これはちなみにアルティザン&アーティストとチク報道が一緒に作ったブラシですね。チークブラシ、このパウダーブラシはね、とっても綺麗にのります。熊の筆、日本の技術ってやっぱりすごいなって最近とっても思う。はい、そしたら最後リップ、これもね、可愛いよ。パッケージがルージュリップブロッサムの126番っていうこのカラー使っていきたいと思います。可愛いよね、蓋のところにさ、ちっちゃい鏡ついてんの。はい、仕上がりはこんな感じです。いかがでしたでしょうか。ジル・スチュワートの商品ここまで使ったのは初めてだったので、すごくさ、ワクワクしながら使ったんだけど、仕上がりもね、なんかね、ワクワクです。なんかいつもとね、違う雰囲気になる。やっぱりブランドの特性ってあるね。リップもね、使いやすい。すごいね、保湿感があるし、透明感があってピュアな印象に見えるって言ったらいいかな。そんな感じに演出してくれるようなリップのカラーなので、このカラーはね、最近つけたことがなかったような感じで、すごいね、可愛いなっていう風に思いました。そう、なんか透明感、ピュア、可憐、レース、ティーパーティーみたいな、そんな感じを思わせてくれるような、とってもね、可愛いジル・スチュワートのコスメでした。おそらくね、このアイシャドウパレット気になってる方たくさんいるんじゃないかなと思うので、参考になったら嬉しいです。今日も最後までご覧いただいてありがとうございます。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。